天成園天成園は、神奈川県足柄下郡箱根町にある温泉旅館、万葉倶楽部グループに属する。天成園は、春日局の血を引く稲葉氏の別荘として建てられた、日煙閣を含む敷地一帯をホテルとし、開業約60年を迎えた2008年度に建て替え、2009年12月16日にリニューアルオープンした。箱根湯本では、初となる23時間営業を行っている。日煙閣側にある玉すだれの滝日煙閣側にある日煙の滝天成園本館とは建物を別にする別館に戸部煙閣がある。この日煙閣は古くから与謝野明子など文化人が利用し、将棋の名人戦の場としても利用された。日煙閣の近くには玉すだれの滝と日煙の滝の2つの滝がある。関東大震災時に土砂でうずもれるが、昭和時代に再び掘り起こされた。玉すだれの滝脇にある参道を上がっていくと、九頭龍明神を祀る唯一の文宮として、玉すだれ神社がある。玉すだれ神社の横にある龍の口から出てる湧き水は、佐野ミネラル水として持ち帰ることができる。なお、日煙の滝は人工滝である。将棋、囲碁のタイトル戦の舞台となることも多い。中でも1979年の王将戦では、玉すだれの滝の音で集中をそがれた加藤が、旅館側に頼んで滝を止めさせたという伝説が残っている。ありがとうございます。